はい。皆さん、こんにちは。ジェイと申します。今日は、枕草子のありがたきものというところですね。 ちょっと解説していきたいと思います。で、ようやく自体なんですけど、書いてますが、聖書なンがめったにないものについて表してますよっていう、もうすごいシンプルな形になってます。あの、枕の創始っていくつかに分かれてます。日記的側面の部分と、随筆的な側面の部分と、こういうね、類従的っていう風に言うんですけど、いろんなものに分類して説明しているというジャンルに、3つぐらいに分かれるんですよ。そのうちの今回は、分類の場面ですね。 で、ありがたきというのをちょっと注意しないといけないっていうところを見ていきましょう。ありがたきものですね。これがまあちょっと問題で出てきそうだなというふうに予想してます。古文単語の問題になるんですけど、ありがたやではなくて、めったにないという意味で使います。あるいはめったにないほど素晴らしいという意味で使ったりするので、ありがたきものっていうのを聞かれた時にですね、ありがたいものではありませんよと。めったにないものというふうにちゃんと取りましょうねっていうところで、シュートに 褒めラルルムコってなってますねこのラルルっていうのは助動詞ルーラルのラルですね ほむ、褒めず、褒めて、ほむ、ほむるときというふうに、下二段の動詞にくっついてると。で、受け身の助動詞です。自発化の受け身、尊敬の四つね。そのうちの、なぜ受け身で取るのかっていうと、ートにっていうふうになってますよね。人に、動詞、ルーラルという形になってたら、受け身というふうに取ってもらったらいいですよって形。だから、ートに、褒め、られる、向こうというふうに、現代語訳は作れますよっていう形ですね。なるほど、なんとなくわかるな っって感じしますよねめめたににないものそれはシュートに褒められは褒らるだと当時ね、平安時代というのは男性が女性の元に通っていくっていう通い婚のスタ,スタイルっていうのが基本だったので女性がね、待ってるところに行くと。だから当然女性の親もいるわけじゃないですか。シュートってそうでしょ女性の親です。 で、その女性の親から、特に男やですね、褒められるような婿というのはなかなかいないというね。まあそうですね。てか、それはまあ今も昔も変わらんのかなって感じしますけども。はい。で、また、姑に思われる嫁の君という風になってますね。これもルル。助動詞ルですね。 ラルじゃなくてルを使ってます。ここも受け身で取ったらいいと思います。なぜルなのかっていうと、ルートラルの違いはって言ったら、助動詞ルに関しては、余談、な辺ら辺のこの3つです。 余談同士の未然形、へん同士の未然形、へん同士の未然形のよならの未然形というふうに覚えましょう。よならの未然形、るです。よならの未然形、るですね。よならの未然形、るみたいな、ね。おならみたいに覚えれるでしょ。おならの未然形みたいな。で、それ以外が、らるというふうにとってくださいよという感じです。はい。なので、おもは、余談同士ですから、受け身、自発の、えー、受け身とかのるだというふうに取りましょう。また、 姑に可愛がられる嫁気味。これは滅多に言いませんよという形ですね。これもなんかよくね、ドラマとかにもなったりしますけども、嫁、姑問題とかって言ったりしますよね。嫁と姑ってなかなかうまいこといかへんというね、感じなんですけどう。うちはなんかそんなことないな。結構仲いいですけどね。えー、まあ、よくあるっちゃあるっていう感じですね。そしてそれはどうやら平安時代からもあるらしいですね。 うーんということはもう人間何にも変わってないなって感じしますよね。千年も経過してるのにっていうね <laughs>。はい。ということで次行きましょう。毛のよくぬくる白金と読みます。銀と書いてね。白金の毛抜きというところですね。 しゅう、そしらぬずさ、というふうに読みましょうというところなんですが、これ、毛が抜けるという話書いてますけど、これ何かって言ったら、当時、古文の世界の人たちっていうのはこのね、眉毛をもう全抜きするんでね、ブワーって全抜きしちゃうんですけど、この毛がよく抜ける白金の毛抜きっていうのはなかなかにないってことですからね。 これ今、ありがたきものっていうのを羅列していってるので、滅多にないものの中に、この毛がよく抜ける銀の毛抜きっていうのがあると。銀の毛抜きはね、なかなか,なんか力が入りづらいらしいです。だから、こう毛を抜くのが難しいっていうね。美しいんだけど、抜くのには向いてないみたいな感じですね。うん。 めったにないと。だから、毛がよく抜ける銀の毛抜きはめったにないと。普通の毛抜きで抜けやって感じしますけどね。そして、周、そしらぬ、打ち消しの助動詞、図の連体形ですね。後ろにずさっていう名詞が来てるから、連体形のヌになってます。ずずずヌ、ね、丸のヌやね。だから、打ち消しの助動詞、図の連体形で取りましょうと。 あるをそ知らぬ。避難しない従者ってことですね。毛がよく抜ける銀の毛抜き。そして主人のことを悪く言わない。悪口を言わない従者。こういうものも滅多にいないって言ってますね。だから、まあみんな主人のことを悪く言ったりしますよねっていう話ですね。まあまあこれもなんとなくわかるし、えー、千年経った今でもですね、普通にあるかなって感じですよね。うん。つゆの癖なきですね。 全く癖がないです、ね、これいろいろありますけどさらに耐えてつゆかけてもおほかたつやつやみたいないろんな表現があるんですけど打ち消しの言葉とくっついてたら全く何々ない少しも何々ないというかなり強めな、えー、否定で取りますよとここつゆのなきというのになってるんでね全く癖がないっていうふうになります。 で、形、心、ありさますぐれってなってるから、全く癖のない人、こんなものもめったにいない。外見、形っていうのは外見です。あ、ここもちょっと問題で予想してでもいいかもな。えー、ちょっと現代語訳の問題とかが出るかもしれないですね。形、心、ありさますぐれというのは、外見も優れて、性質、心ですね。性格も優れていて、なおかつその風刺ね、自分のありさま、その生き方、生き様みたいなものも優れていてってことですね。 そして、世に降る。この降るは漢字に変換する問題とか出そうだなというふうに思います。え経験の形というのを降るのふにつけてあげましょう。これ一文字で活用していく動詞なんですよ。へ、へ、ふ、降る、ふれ、へよっていうふうに活用していく経験の形ですね。 これを当ててあげてください。だから世の中で過ごしていくっていうことですね。いささかの傷なきっていうね、連帯止めになってますね。世の中を過ごす間に少しの非難すべき点もないという人っていうね。こんな人も滅多にはいません。それはそうですよね。もう少しも非難すべき点がない人ってもう要するにパーフェクト超人っていうことやんか。もうおならで空飛べるぐらいの超人ってことでしょ。そんな人なかなかいないよっていう話をしてると。 基本全部名詞で止めてる感じですね。ありがたきものって言ってるので、名詞で終わらせてるというところで、ここ、傷なきというふうに連帯止めしてるという形かなっていうところやな。で、続き行きましょう。まだあんのかいって感じしますけども、同じところに住む人の、こののは各助詞の同格ですおも。同じところに住む人でですね。 形見に互いに恥かわしですね。同じところに住む人で互いに優れたものの尊敬し合いってことです。 恥ずかしくなる。こちらが恥ずかしくなるほど相手が立派だってことなので、お互いに尊敬し合ってるっていう風に役を作るんですけども、いささかの暇もなく、隙もなくね、用意したりと思うがですね。これは存続で取りましょう。官僚存続の存続の方ですね。少しの隙も暇もなくね、気をつけていると思う人がという感じですね。ついに見えぬこそ硬けれ。 というふうになっています。このぬは打ち消しの助動詞図の連帯形ですね。ついに結局現れないですね。で、形助詞のことこそを使ってるから、後ろ片りのところが依然形、かかり結びの法則になってるという感じですね。なので、結局現れないことからもと。 本当にこういう人はめったにいないのだというふうな形で役を作ったらいいというところですね。そりゃそうやろっていう。そんな人なかなかおれへんし、そんな人ばっかりおったら人生もなんていうかね、戦争も何もないわっていう感じするんですけどね。この辺現代語訳で出そうだなというふうな感じになります。で、最後のところですね。物語、衆などを書き写すに。 本、元かなに、墨、付け、ぬ、の、ぬね、これ、文法的な問題ちょっと出そうかなと思います。終止形で使ってそうに思うじゃないですか。違うんすよ、これ。 今まで見てきた文章通り、基本今回、ありがたきものについての説明をしていってるので、連帯形で止めないといけないんですよね。さっき連帯止めありましたよね。ここも一緒なんです。このだから、ルーは打ち消しの助動詞、図の連帯形になります。だから、物語、歌集などを書き写す、昔はコピー機。 なかったからね。自分の手で書いて写していくわけなんですけど、それを写していくときに、元のね、手本にしているものっていうのに、隅をつけないこと。これが滅多にないって言ってるんです。だから、やっぱりついついお手本の方に、隅をばーっと、あみたいな感じでつけちゃうんだよねっていう感じですね。そういうこともあると。 ここ気をつけておいてくださいね。結構狙われやすいと思いますよ。完了で取っちゃダメですよ。打ち消しですからね。そして、良き創始などは意味重心して書けどですね。非常に立派な閉じ本などはと、非常に気を使って書くのだがと。必ずこそ汚げになるメレですね。推定遠曲の助動詞のメリを使ってます。形状詞のこそがあるので、かかり結びの法則を起こしていて、メレというふうに依然形になってると。 必ず汚らしくなるようだというふうな感じの解釈になりますね。だからもうやっぱりついつい汚しちゃうよっていう感じのお話です。男、女、おば、わじですね。言うまでもないとか言うまいですね。打ち消し意思でいいかなと思います。女どっちもっていうのは女同士もって感じですね。男や女の間からは今更言うまい。もう言うまでもないでしょっていう。女同士も何なのかっていうと、 ちぎり深く語らう人の。これも打ち消しというか、同格の出で,ですね。同格ので、えー。末まで仲良き人、形という風になってますね。深い約束をして、親しくね、えー、している人で、人でです。同格の出なんで、人でですね。終わりまで仲の良い人。これも滅多にいないんだということですね。まあだから <laughs>、ちょっと待ってくださいねと。まとめましょう。最後話というね。 聖少納言から見ると、男女関係は言うまでもないっていう、言うまいって言ってますけど、ね、ちぎり深く、ね、はじめはラブラブチュッチュしてるんですけども、最後までラブラブチュッチュしてるような男女はいないってことを言ってるわけですね。なんか、辛い経験でもしたのかな聖少納言って感じしますが、これは女性同士でも一緒やと。なんかこう、深い間柄にっていう、そういう展開じゃなくて <laughs>、 なんかね、多分非常に仲良くて親友みたいな感じでしょうね。親友やで、親友やでっていうような仲になってる人でも最後までね、仲の良い人っていうのはめったにいませんよと。大体どっかで揉めてしまって、どっちかがもうブチギレて、はい終了みたいなことになりますよっていうことを言ってるんでしょうね。まあ、これは、あのー、当時のね、 聖書納言の周りとか考えたらそうなんかなと思いますね。やっぱり、中宮天使とかにお仕えする女房たちなので、自分たちも頑張らないといけないっていうのもあるしね。えー、あとはまあ家族のためだったりもするしね、えー。いろんなちょっと重責を担った状態やから、まあ、自分が自分がっていう人たちがたくさんいるので、えー、なかなか仲良くできるのは難しかったのかなというふうには思いますが。 うん、枕の宗主の性格というか、清少納言の性格から考えたら、 まあ、あなたにも問題がみたいな感じもしますけどね。はい。というところで、今回はここまでになります。枕草子のありがたきものについてですね、ちょっと解説していきました。緑色で色を変えている部分というのが、ちょっと問題で出るかもねという予想をしているところになります。えー、なので、その辺をまた見直していただいてですね、しっかり見て勉強してもらえればなと思います。ということで、皆様。 えー、しっかり定期テストを頑張っていただければと思います。また、よかったと、えー、勉強の足しになったという方はですね、高評価、チャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。それでは皆さん、バイバイ、古文はエンタメだぜ